はい、東学室育ち農園です。今回ですね、また種まきをしていくんですけれども、4品種のですね種まきをします。で、今回ですね、これは分類としては野菜にはなるっていう感じですけど、スイカとメロンですね、その4品種、各2品種ずつですね、ちょっと巻いていきたいと思います。で、まず1個ずつですね、ちょっとご案内しますね。まず大玉のスイカ、こっちかな、大玉スイカ F1 ニューヤマト、取れたてのシャリ感と甘さということで、栽培しやすい大型品種ってなってますね。次にですね、紅こだまというこだまスイカですね。最近結構こだまも評価されてるなと思いますね。大玉がやっぱりスイカ割りとか結構ね人気ですけど、そんなになんか大量じゃなくてもいいとか、そういうところだ方はですね、こだまもいいと思います。で、みずほニューメロン、これはもう本当に昔ながらというか昔からありますかね。特製高級メロンに似た匂いとかがありますよと。で、確かにこの甘さが結構強くて、作りやすい品種とは思います。で、これがちょっと珍しいなという、タイガーメロンですね。外のですね、皮の部分が、虎皮模様ということで、これを、やりたいと思います。で、この4品種ですね、結構うちの方は、このみずほニューメロンは作ったことがあってうまくできたんですけど、そうですね、昔からちょっとスイカがですね、あんまりうまく、できなくて、去年も作ったんですけど、去年は、長雨ですね、雨の期間結構長く続いて、もう木自体がですね、病気というか、なってしまいまして、この実はついたんですけど、なる前にもうですね、ダメになっちゃったという感じです。小玉スイカの方もですね、作ったことはあるんですけど、ほとんどスイカを、よくできたなっていうのはあんまり記憶がなくてですね、やっぱり排水性とかちょっと水はけですね、その辺をよく考えた方がいいかなとは思ってます。そうですね、まず昨年ですね、この2つ、ちょっと似たような品種は別ですけど、こういう小玉と大玉ですね、挑戦したんですけど、まずですね、発芽率がもう絶望的に悪くてですね、あれはもう8粒種まきして、1つか2つしか出なかったぐらいだったので、もともとの総数がですね、ちょっと少なくて、トライできなかったと。原因としてはですね、ちょっと高温がですね、こういうスイカ系ですね、温度が発芽には必要なんですけど、そこがちょっと、足りてなかったかなと思ってます。なので今年はですね、もちろん温床がありますので、その上で栽培するので、問題ないと思うんですが、まずは発芽のハードルですね。結構この辺、メロン系はいけたと思いますね。こっちのスイカとかは種からやる場合はですね、発芽のまずハードルがあります。逆に芽が出てしまえばですね、なんとでも基本はいけるんですが、種植えてからはですね、また窒素分をそんなにあげないとか、つるで伸びていくですね、ウリ科の特徴は、窒素分とかですね、与えすぎるとつるの方にですね、栄養がいて伸びようとしていくので、実をつけようという考えが出なくなってしまうので、そこだけ注意ぐらいですけど、あとは病気とかですね、水分管理
まあ、水ですね、雨とかその辺は必要になるかなと思います。まあ、ただまずですね、今回は育苗の段階にはなってくるので、そうですね、発芽のハードルですね、そこを超えられるかというところだと思います。まあ、ひとまずですね、どちらもですね、発芽をちょっと頑張りたいと思います。さあ、それではですね、まず、大玉スイカ、ニューヤマトですね、種まきをしたいと思います。で、開けてみてこんな感じですね。結構入ってますね。で、まあ前回ですね、ちょっと発芽率が悪い、前回ですね、発芽率が悪いという話ちょっとさせてもらったんですけど、そういった発芽率悪い時のまあ対策というかですね、予防法はもう単純にですね、一ポットに植える数を増やすという、ちょっともったいないという考えで、その時は、一ポットに一つでやってみたんですけど、まあそれだとやっぱりですね、まあ発芽率って大体書かれてるのは 85% とかかな、とか多いですけど、今回のどのくらいかな。そうですね、今回の発芽率は 80% 以上とはなってるんですが、まあ、80%、 1つだと 80% で、2つだとまあもうちょっと上がりますし、3つだとさらに出ない確率が減って、1つも出ないという確率がもちろん減っていきますので、ただただ植えるようにしたいと思います。で、まあポットの数からいってですね、まあ大体1品種6ポットぐらいになりそうなので、もう種を全部、多すぎますけど植えちゃいます。ということはこれを、6ポットで分ければいいので、6で割ればいいんですが、3、4、5、20、23、24、33か。もうかなり多いですね。1ポットに5から6ですけど、ひとまず植えて、発芽率を高めます。ひとまずですね、だいたい1ポットに約6、一つだけですね、まあ5粒ですけど植え終わりましたね。で、これであとは最後土をかぶせて OK です。はい、続きましてですね、紅小玉スイカです。小玉ですね。はい、これも結構多く入ってます。書いてあるのは29粒ですね。で、これも同様にですね、6ポットに、分けていきますので、まあ、ひとまず5粒ずつですね、いきます。はい、まあ、大体5粒ずつでまだ余ってますので、追加でですね、ポツポツと置いていきます。はい、はい、OK ですね。はい、続いては水穂ニューメロンですね。メロンの種なんですが、結構多いです。これは多いので、結構多いです。これは多いので、まあひとまず1ポット3粒ずつで、残りはまた来年かなというところですね。
はい、まあ大体3粒ずつですね、いけました。それでですね、まあ保存する場合ですね、今この中に種入れたんですけれども、これをこうやって折ってあげて、まあ大体ですね半分以上くらいに折って、そしてまあこうさらにですね折り返す。でここをですね閉じてあげるとですね、はい、ということでこう綺麗にですね封をすることができますし、保存ですねした時にここの名前が残りますので、また来年とかですね種見た時に、あ、これあるなと分かりやすいので、この閉じ方がおすすめです。はい、続きましてタイガーメロン、この虎柄模様が特徴です。で種はですね、まあ普通ですね、はい、種自体には何も模様はないです。でこれもかなり、量が多いので3粒ずつですね巻いていきます。はい、これでですね種まき OK ですね。はい、これでですね、4品種ニューヤマトスイカ、紅こだま、みずほニューメロンと、タイガーメロンですね、4品種の種まきは終わりました。ただですね今ただポットの上にですね種を置いただけの状態ですので、まあ覆土が必要になってくるんですけれども、この4品種ですね、まあ共通点というのがありまして、それがですね、ウリ科ということなんですけれども、ウリ科に対してのですね、まあ有効性、有用性ですね、まあなっているのがまた登場するんですが、イネニカなんですね。まあキュウリとかですね、そういったのにもいいですよという。もともと適応作物、このイネニカを使用するにあたってですね、ウリ科に対してはいいですよという、結果は出ております。なのでですね、まあ、ウリ科に今回当たりますので、イネニカをまあ軽く覆土した後、本当ですねもともとの倍でもちょっと、上げてあげてですね、発芽を待つ形にしたいと思います。はい、これでですね、まずイネニカの覆土がですね、完了しました。もともとこのイネニカはですね、ウリ科にですね、いいと、有効、適応作物になっているということでですね、今回、使用しております。またですね、このメロンとスイカですね、どちらも、健康性種子というですね、発芽時に光を必要としない種になってます。なので、まあ、ちょっと今ですね地方面に出てる種もあったりしますし、この後水をあげるとですね、この種の上にかかっていたイネニカとかが下に折ってしまったりして、種自体がちょっと出てしまって光に当たってしまうことになるので、まあこの種まき梅土の上に今イネニカがあるんですけど、そのさらに上に種まき梅土をですねかけてあげて、
なるべくですねこの光が差し込まないような状態にできればと思っています。なのでまあミルフィーユじゃないですけどね、こう重ねてあげるとあげます。これでですね、今イネニカ覆土の上にさらに種まき培土の覆土を行いました。なので種にとっては二重のですね覆土が今かかっている状態になりますし、まあ今後ですねこう灌水、水やりをしたりとか、まあ成長していくにあたってですね、イネニカが効いていきますので、まあ。その効果も期待できるということで、やっていきます。まあもともとですねこれはもう混ぜて使ってしまえばいいことなので、まあ無理やりですねこういう二重にしなくてもですね、まあ育苗の培土に混ぜて、使うのもありだと思います。まあなんとかこれでですね発芽の問題がクリアできればとは思いますが、ひとまずですね種もたくさん植えてはあるので、あとは発芽をですね待つような形になります。結構発芽適温もやっぱり高いので、まあ、30度ぐらいですね必要にはなってくるんですが、まあ、最近ですねうちの方でも日差しがかなり強く当たります。ちょっと画面でもわかるかと思いますが、なのでですねまあそこら辺ですね温度的には、簡単に間に合うとは思いますね。それでは今回ですね、スイカとメロンの種まきの動画ですね、上げさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。